世界の鉄道一覧トルクメニスタンの鉄道中国製ディーゼル機関車 CKDQA トルクメニスタンの鉄道は1880年に建設が始まった。もともとそれはカスピカ横断鉄道の一部であった。ソ連崩壊後トルクメニスタン内の鉄道網はトルクメニスタン鉄道運輸省が所有、運営している。トルクメニスタンの鉄道の全長は 2012年現在、3トゥルクメナバーとアシガバート・トルクメンバシの路線の一部が複線化されている。アシガバート・ベレケとト,トルクメンバシ、丸、トゥルクメナバーとアムダリア、ダショグズに機関区がある。トルクメニスタンの旅客は、タジキスタン、ウズベキスタンから来る列車が自国を通過する場合を除いて、国境で制限されている。所有するディーゼル機関車は、 にて10リットル、にて 10U、M62 系ディーゼル機関車で、他に、中国製の c k d q a とカザフ製の T33A も運行されている。入れ替え機関車としてが、点2、点 2U、チャム3が運行されている。トルクメニスタンの鉄道労働者カスピ海、横断鉄道の建設は、ロシア帝国の戦略的重要性を持っていた。同時に、 ロシアの民間資本の浸透を促進し、トルキスタン及び中央アジアの経済発展の重要な役割を果たしてきた。1880年9月、最初の区間として、カスピ海島海岸からモーラからカラムラまで建設された。1881年10月には、鉄道はセルダルまで建設された。1885から1886年には、 第2区間として大規模な入植地へ建設が進み、アムダリア川まで建設された。1887年の終わりには、第3区間としてアムダリア川に長さ2キロメートルの木造の橋を架けたが、1901年に洪水のため落橋した。すぐ、石の橋脚の金属製の橋が建設された。1888年、サマルカンドまで延長され、 その翌年1898年、タシケントまで到達した。1894年から1895年には、クラスノボツクまで到達した。1922年、レーニンの指示により、中央アジアの乾燥地域で運用される機関車の製造に着手した。1931年には、クラスノボツクチャルジョーカは、ディーゼル牽員に移行した。 1955年にはトルクメン内のすべての鉄道輸送はディーゼル権威に完全に移行した。第二次世界大戦では鉄道輸送が重要な役割を果たした。スターリングラードとコーカサスでの戦いにおいてはクラスノボツク港とアシガバート駅はバクウー、南コーカサス、国会とソ連各地を結ぶ唯一の輸送の動脈であった。それらは北カフカース戦線及び ザカフカース戦線への軍隊の移送、軍事物資の大量輸送を役割を果たした。戦後、トルクメニスタンは鉄道網の設備を改善し続けた。ほとんどすべての駅舎は快適な旅客ビル、プラットフォームや日差しを備えている。2013年5月12日、カザフスタンからトルクメニスタンへの鉄道が開通した。カザフスタンとトルクメニスタンと間で、 国際輸送が行われている。2013年6月にはトルクメニスタン、アフガニスタン、タジキスタンを経由する鉄道のトルクメンの部分の建設が始まった。2013年10月、アシガバートにトルクメニスタン鉄道運輸省の新庁舎が落成した。2014年12月3日、イラン、カザフスタン、トルクメニスタンを結ぶ鉄道の開通式が行われた。 カスピ海横断鉄道10路線があり、内五路線は急行列車である。列車は毎日出発している。トルクメニスタンの交通網、中島清トルクメニスタン国総合物流システム情報収集、確認調査に参加して、2016年2月18日へ閲覧。カザック、ビルトロコスデリワード2トルクメニスタン、1984ABCDE。 1984P235ABCDEFG1984P236 ゼい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 ぜい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 イランと中央アジアの鉄道開通ゼい 1984PP235236 ありがとうございます